どうも皆さんこんにちは、レッドです。現在アプリリアクラシック50のレストア作業を行っているんですけど、全体的にメッキが剥がれています。こちらメーター周りなんですが、かなりボロボロです。いやー、こういうところとかメッキ剥がれてますね。で、バイクの横についているこのメッキカバーがあるんですけど、ほら、もうメッキがバリバリに剥がれちゃってます。そこで今回はこのボロボロになったメッキパーツを塗装でメッキ風に復活させるといった動画を撮影していきますので、皆さんよろしくお願いいたします。それではメッキ塗装作業、レッツスタート。メッキパーツがボロボロで再メッキを予定していますが、中途半端なメッキを取り除かないと作業に入れないので、今回は下準備をしていきます。まずはペラペラ剥がれるメッキは剥いちゃいましょう。サンプル入ります。メッキパーツをドブ付け。一旦半分まで満たした状態にしました。さあ今ね、サンポールにつけて約1週間経過したんですけど、ほらメッキがね、溶けてますね。あれだけ硬かったメッキが簡単に剥がれます。あ、裏側はねメッキが薄かったので、こことか特に分かりやすいな、綺麗になってます。傷が入ってないメッキパーツはつけてても全然剥げてないね。やっぱ表面の傷がきっかけで腐食しやすいのかな、多分そうだと思います。今軽く洗い流してきました。そしたらまだね、取れてないところがあるので、再びメッキパーツが柔らかくなるのを待ちます。これが10日間サンポールにつけた状態です。ドブ付けしているところは割とね綺麗に取れてはいるんですけど、メッキの状態がいいところとか、まああと使ってなかったところはなかなか取れていなかったんですけど、結構時間がかかっちゃいますね。で、これ以上メッキ落としに時間をかけたくないので、こちら腐食液です。こちらはサンポールよりかなり強力な液剤になっていて、サビの進行を早める液剤です。なので残りのメッキは腐食液にドブ付けしていきます。これで様子を見ます。つけてから 5,6 時間経過したんですけど、メッキがもうあっという間になくなりました。溶けちゃったのかわからないんですけど、早いね、めっちゃ早いです。はい、見事にメッキが取れました。このパーツに関してはメッキがちゃんとついていたので、剥がした後もねかなり綺麗なんですけど、メッキが中途半端に剥がれていたところは下地が黄色く黄ばんでしまって、まあ、さらにこちら劣化してもうぶっ壊れそうなので、プラリペアを使って一旦修復します。
パーツが欠けて全くなかったんですけど、簡単にこんな感じで作ることができました。マジプラリペア万能です。そして元々メッキだったパーツとメッキじゃないパーツがあるんですけど、今回は全てをメッキ塗装いたします。なのでこちらのパーツに足付けをしてプラサフを吹くところまでやっていきます。足付けと脱脂作業が終わってプラサフを吹いていく前に、今回はこちら密着論を吹いていきます。密着論が乾燥したのでプラサフを吹いていきます。はい、ということで今プラサフを塗り終わりました。プラサフが完全硬化した後にペーパー旋盤で表面を整えて、あとは塗装していくだけなんですけど、一旦動画をここで区切らせていただきます。なので次回の動画は皆さんお楽しみのメッキ塗装なので、楽しみに待っててください。それではあなたのメンテナンスが楽しくなるように、レッツバイクエンジョイ。メンバーシップでは完成した動画を先行配信してますので、気になる人がいましたらぜひよろしくお願いいたします。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて、動画を配信するより先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。ちなみにこの腐食剤は1回の使用で捨てる必要はなく、原液を追加することによって何度も使うことができるみたいです。これはまた使おう。